西山高太郎は日本の男性声優、歌手、神奈川県出身、81プロデュース所属。小学6年生の頃から将来は声を使った仕事をしたいと一番は声優、二番はアナウンサー、三番は漫画家になりたいと文集に書いた。中学生の頃、友人からも声優になったら、と勧められた。当時はまだ声変わり前で、 特徴的な高い声だったため、自分でも、もしかしていけるかなと思い、声優や演技が学べる、クラーク記念国際高等学校の声優コースに、進学する。2009年、第3回81オーディションに参加、特別賞を受賞し、養成所に入る。2011年5月より81プロデュースに、所属となった。2015年7月16日、イリエ・レオナ、 谷口優の三人からなるエンターテインメント集団大井町クリームソーダを発足。西山は大井町クリームソーダ2号。2018年学園ベビーシッターズでテレビアニメ初主演。初めての主役でかなり気合が入った現場だったといい、主演をしないと見られない景色があると気づかされたという、同年第12回声優アワードにて新人男優賞を受賞。 2020年ミニアルバムシティ・デ・ランティスよりソロ名義で歌手デビュー。中学はバスケットボール部に所属。高校は部活に入らずアルバイトをした。最初は牛丼やその後にドラッグストア、コンビニ。それと並行して塾の事務作業をし、塾の講師が紙に書いた問題をワードやエクセルを使ってデータ化処理作業をしていた。年の離れた姉と兄がいる。 超、A&GA&G アーティストゾーンに H で一緒にアシスタントパーソナリティをしていたイリエ・レオナとは仲が良く何でも話せる。また同じ声優の鈴木ヒロシとともこまめに連絡を取っており、近況報告やお互いの意見交換がすごく勉強になり、客観視した大人っぽい意見をくれるので相談事をすることが多い。 尊敬している先輩に柿原哲也を挙げており、美男高校地球防衛部ラブの絹川熱志役が決まったとき、激励をされ支えになったという。恥や文とは養成所からの同期である。太字はメインキャラクター。は、ウェブラジオ番組。映画ドラマアニメはインターネット配信。は、インターネット配信。ありがとうございます。